4日間にわたり東京の23区で上空に不思議な光を見たという報告は多数寄せられております。これについて防衛省はコメントを。お母さんがこの手紙を読んでいるということは、私はもうこの世界から旅立ったということです。 UFO と交信する方法が分かりました。今夜迎えに来てもらいます。あっちの世界には時間も痛みも死すらもないと言います。だからどうか悲しまないでください。羽田空港の管制塔では、水曜日の午後8時から午後10時までの間に6台の未確認飛行物体を追跡したとしています。我々は君を迎えに来た。私ここ、私も行けるから、私も一緒に連れてって。君の魂をもらいに来た。神様、神はいない。防衛省の事務官の話によりますと、連日報道されております不思議な光は、強風に煽られた気象観測用のゴム風船が強い月の光を受けたものであるということが分かりました。この後は新型ドラッグの DMT、 強烈な幻覚を引き起こし命にも関わる幻覚剤についてです。